どうも、Bレジェンド影谷です。ですね、まあ、皆さんからいつもね、メールの方をいただいたりですね、あとコメントをいただいたりするんですけれども、まあ、よく最近やってます Bレジェンド、これとこれ混ぜてみたらうまいんじゃねーシリーズですね。ということで、今回、皆さんからいただきましたのは、Bレジェンドのストリートファイター波動拳風味と、でこちらミルキーのね、ペコちゃん、これをミックスするとなんかね、何味か分からない、なんか美味しいっていうご連絡いただいてね、で、早速やってみたいなと思います。でまたいつも通りね、お水 200cc マッチョ29シェイカーの方に入れてですね、ご用意しておりますので飲んでみましょう。もう早速ね、もうね、もう波動拳もミルキーもね、だいぶもう皆さんご存知だと思うので、やってみるんですが、波動拳がこの水色が、水色が、まあ、ミルキー白だから別にあれか、何も問題ないのか。よし。よいしょ。はい。2杯ずつで合計4杯ですね。よっ。おいっと。おいっと。いうことでね。ほら。さあ、なんかわかんないけど、ジュースみたいで美味しそうですよね。下なんかこう、もうラムネ感。ラムネじゃないんだけどね、乳酸菌飲料風なんだけどな、このラムネ感。見て、このつぶつぶ、ほら、わかるかな、つぶつぶ、ラムネ感。よし、いきますよ、いつも通りローリングシェイクからのノーマルシェイクいきますよ。これちなみにね、僕こんなことやってるけどね、横にスタッフ座ってますからねもうね、スタッフがね、キョトンとした顔して見てるのをね、この僕のこの横の目で見てそんなこと気にせずやってますけれども、はい、ということでできました。じゃじゃん、こんな感じ。泡立ちは5ミリぐらいで、色は、あ、いい匂い。色は普通の波動拳よりもちょっとやっぱり白くなりますね、薄くなってます。で匂いはいい香り、どっちものいい香りがミックスされてすごくいい香りになってます。うん、あと味だね。よし、飲んでみよう。いただきます。うん、うん、うまい。これうまいね。あ、これうまいね。でもあれなんだよね、前も4つ開けた時あったじゃないですか。やっぱりコメント見てると、いやいや、普通そんな4袋も開けれないだろっていう話が出てきてですね、おっしゃる通り、僕も家では1袋しか開けてないので、あ、そんなことないや。今幻末と初恋のいちごを開けてるから2つか。で、まあ2つが限界ですよね。で、まあ多分今はね、たまたまこのペコちゃんとストリートファイター一緒に買った人がいるだろうから、まあそれで両方開けてるかもしれないですけど、やっぱり開封後早く飲んだ方がいいので、まああんまりこのね、量飲みってどうかと思うんですけど、まあ、だけど月にね、まあ3キロとか4キロとか飲むような人だったら、1日例えば2回飲むとしてもね、月に2キロぐらい飲むわけですから、まあそういった意味ではね、まあ2つ開けても大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで、まあそんな話じゃなくて、美味しい、美味しくて、これあれだな、最近ハイスコアが出まくってるから、なんかもう刻んで 4. 何うんまいとかやってるけど、これも結構いいね。この間なんか 4.3 うんまいとかで、あれなんだったっけ、ベリーパッションか、あー、あれか、あのネクターみたいな味になってね、あれも美味しかったね。ベリーパッションを、うわー難しいな、ベリーパッションは種類が違うんだよね。あー、でもベリーパッションの方が美味しかったな。ということで 4.2 うんまいにしておきましょう。これはね、 4.2 うんまい。あのベリーパッションの方が、こっちの方がジュースで、ベリーパッションはあのフルーツジュース一緒じゃねえかって話ですけど、あのね、なんかあっちの方がなんか上品っていうと、これが上品じゃないのかってなっちゃうんだけど、まあどっちも美味しいですよ、はい。ということで、ぜひですね、皆さん、あの家にね、ストリートファイターとペコちゃんある方は、あの混ぜてみてください。あのまたね、違った楽しみ方がありますので、まあぜひですね、皆さんのこれ混ぜ混ぜすると美味しい、あ、これ何シリーズって言うんだったっけ、混ぜてな飲んでみたシリーズでしたっけ、なんか忘れた、なんか前回そんなこと言ってたと思うんですが、
またねこのシリーズやっていきたいなと思いますので、コメントの方に、どしどし、ご連絡ください。はい、ということで、まあ、この動画の方が良かったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ぜひ皆さんお友達にもですねシェアして共有していただければと思います。ということで、今日は B レジェンドストリートファイターとウジャのペコちゃんミックスして飲んでみた動画でした。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。